レジェンドの1話目を見た後に思ったんだけどさ、うん、ディケイドの BGM を使ったり、ディケイドのオーロラカーテンを使ったり、ディケイドライバーと同じマークさんがレジェンドライバーの音声をやってたり、すごいディケイドを意識したライダーになったじゃん、レジェンドは。そうだね。それで思ったんだよ。これってもしかしてディケイドの後継者を作ろうとしてるんじゃないかって。あー、なるほど。面白い考えだな。でしょ？でもそれをやる意味って何？さすがにディケイドをずーっと使い続けられるわけじゃないからとか。まあなんだかんだディケイドも15年ぐらい前のライダーだからね。そうそう、だから今後もディケイドを使おうとは思ってるけど、使えない時とかその後を考えてディケイドの後継者のポジションを作っとこうみたいなのは考えそうな話じゃない？後継者か、なるほどね。ありえない話ではないけど、ただ一番の問題はさ、ディケイドと同じぐらいの人気の高さがあるライダーを作れるかどうかっていうとこなんじゃない？でもさ、今のディケイドの人気だって最初からあったわけじゃなくて、長年かけて作り上げたものじゃん。確かにディケイドも当時は賛否両論分かれるライダーだったな。後輩のくせに先輩に敬意がないとか、レジェンドの扱いが雑だとか、結構火の方が多かったような印象あるしな。あと司のキャラもなんだかんだ当時はそんなに好かれてなかったね。天道の二番煎じかみたいな意見もあったし。似たようなポジションでウルトラマンゼロもいるけど、ゼロだって最初から人気があったわけじゃないじゃん。初めてゼロのビジュアルが公開された時は目つきが悪いとか、映画を見た後だとヤンキーみたいでウルトマンらしくないとか、いろいろ言われたな当時。懐かしい。その後の映画の活躍とか親しみやすさで人気が出てったのもゼロだから、最初から人気があったわけじゃないってのは確かだね。だからディケイドを今後も登場させつつも、レジェンドも同じぐらい時間をかけて長期間にわたって人気キャラにしていく、そしてディケイドの後継者にする、これはあるんじゃないかな。商業的にもディケイドの後継者もしくは代わりが欲しいってのは東映さんバンダイさんも考えてるだろうしね。まあ2話目にディケイドが登場するみたいだから、そこで一応ディケイドとレジェンドの関係性があるのかないのかぐらいはわかるんじゃない、多分。いやー、2話目でどういう絡みがあるのか楽しみだなー。あとちなみに言っとくけど、俺の後継者はタカルタじゃないから。え？だから俺のコレクションもお前にはあげない。ちくしょー。